松本市科大学は、長野県塩尻市広岡郷原1782、本部を置く日本の私立大学である。1972年に設置された。大学の略称は、松次大、マデュなど。有能な司会士の育成を目指し、佐久間正山、福沢幸吉の学君や、国主的精神に立脚する、見学の理念を具現化するため創立された。松本市科大学は、 見学の理念を具現化し、人間教育全体を教育目標とする。人間としての倫理に基づきまず、良き司会師となる前に良き人間たれという教育方針をモットーとし、将来司会師として社会に貢献し、司会学の発展に寄与することができる人材を育成する。本大学院は、総合司会学研究所を基盤とし、学部、 講座を主体とする縦割り組織の弊害をなくした独立研究家として設置される。研究所の3部門を中核とした、高組織疾患制御再建学講座、顎高校機能制御学講座、健康増進高校科学講座の3つの大講座を置き、その下に研究目標を同じくする13のユニットによって構成されている。大学教育の場としての総合歯科医学研究所の 充実した設備、歯科医学における重点課題の研究促進、縦割り型研究組織の壁を撤廃、歯科医学の基礎系研究者と臨床系研究者との連携、融合、形態系、機能系、臨床系を横断する高度な教育と研究などが挙げられる。日本の歯科大学では初めての包括的で総合的な大学院であり、先進の歯科医学や ライフステージに対応でき、遺伝子治療など、強敵な医療課題を克服できる高度なしか、医療職業人、及び先端科学に対する、総合的視野を持つ研究者の育成を行う。また、医学、私学系の大学院研究科としては珍しく、昼夜開校生をとっている。2018年度2009年度までは、入学から卒業までに要する費用が高額なことで、知られていたが、 これまで教育に必要な諸施設が概ね完成したこと、また受験生の減少を解消するために現在では減額されている。さらに2009年度より特待生制度を設けて大幅な学費減免措置も行われている。第110回試験結果より、AB が先ただし、笠原博留学生受け入れに見る歯科の国際連携第19回、松本歯科大学における、 国際交流、日本史科評論第71巻第1号、ヒューロンパブリッシャーズ、2011年1月、177から179ページ、一瞬0289から0909。本学においては、様々な肩書きで関わっている。参考までに、2012年5月17日に、松本歯科大学のホームページにアップロードされた、ニューストピックスオフス。 飯島伊佐特命教授が、第四学年、社会医療政策学の特別講義、長野県、平成年表、滋賀の毎日新聞。ありがとうございます。